こんにちは、大阪でお菓子教室をしていますひすなたです。今日はマドレーヌを30分以上寝かせるわけについてお話しします。マドレーヌ作ったら30分以上は置きましょうというふうに私は教室ではしています。その理由はですね、まず混ぜてるので、小麦粉が入って混ぜてるのでグルテンができて、それを、緩めるためが一つあります。もう一つは小麦粉同士を緩めるためなんですけど、つなげるっていう、つながった方が、滑らかで美味しくなります。でもう一つがベーキングパウダーが、入っているので、そこでちょっと発泡が始まります。水分、ベーキングパウダーに水分が合わさると発泡が始まるんですけど、そうするとですね、ちょっと置いた方がふっくら、焼けます。すぐに焼いてみて冷凍して取ってるやつがあるんですけど、なんこんな感じ、裏はこうなんですけど、めちゃくちゃ美味しく、なんでしょうね、美味しくなさそうに焼けました。ちょっと置いた方がふっくら美味しそうに仕上がるので、ちょっと置いてから、焼いてください。では参考にしてください。